私を目の前に困ってる奴かい説明書をよく読んでずっと正しく優しく扱ってね一点も身につき返品交換は受け付けませんこれを保証ください急に発言になることがあります訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒りますいつもごめんねでもそんな時は懲りずにとことん付き合ってあげましょう定期的に褒めると長持ちします